私自身星空が大好きで、いつも家までの帰り道に空を見上げて帰るんですけれども、二面性を持つ光と影の2つが合わさって1つのものを作り出す、そこに美しさが生まれるんだなと思った時に、こういったことを何か形にして作品として作れたらいいなと思ったのが最初のきっかけでした。初めてこのイルマさんの River Flows in You という曲を聴いた時に、心のすごい奥深いところを優しく触れられたような感覚がして、つかめそうでつかめないというか、そういったところがその作品のイメージに合うかなと思ってこの曲を使おうと思ったんですけれども、生のピアノ演奏でよりその美しさが際立つなと思ったので、今回ピアニストの昼崎あゆみさんにお願いして、ピアノを演奏していただくことになりました。夜明け前の変わたれ時っていうんですけれども、光と影が2つ存在していながらも、どこか捉えようのない、その言葉では表すことの難しいような瞬間をこの作品で表現できたらなと思っております。なんかこう命が生まれる瞬間にもエコーというワードが出ると思うし、まあ命がなくなるというか、尽きる時もなんかエコーというワードが出るし、この作品を見て何か感じ取っていただいて、家に帰って今日新国立劇場でこんな作品を見てきて面白かったんだよっていう会話が生まれるだけでも、エコーっていうワードにつながるんじゃないのかなと思って、なんか分離と結合みたいなテーマが作品の中にあって、自分がまあ最後の作品になるだろうなっていうのはあったので、なるだけハードな振り付けに挑戦しようと思って、ダンサーのみんなはギリギリまで追い詰められてると思うんですが、すごいそれに応えてくれるメンバーで、そういうメンバーとやれてることをすごく幸せに感じています。ドビュッシーの喜びの島というのが作品名なんですけれども、とても楽しげで色彩豊かな音楽だったので、一番頭の中に残っていて、この可愛らしいお二人にこの音楽で踊ってほしいと思い振り付けさせていただきました。はい、とても楽しい感じで進められてはいるので、その2人がちょっと違うことをやった時に、あ、その方が面白いみたいな新しい発見があるので、それをどんどん組み込んでいくのが楽しいです。キラキラ光るような時に無邪気で可愛らしい感じの、ちょっといたずらっぽい、まるで白昼夢を見ているかのような嬉しい気分になれる作品に仕上がっていたら嬉しいので、それを楽しみいただけたらと思います。一つ目は、アフターザショーという作品です。体験したこともないような出来事がこう数年起こって、まあ、そこの時に感じた、まあ、不安だったりとか、まあ、社会に対する違和感みたいなのを僕なりに作品に落とし込め入れたらなと思って作らせてもらいました。ダンサーなんですけども、石山蓮君にお願いしていて、蓮君っていうのはすごく若くてフレッシュで無限の可能性というか未来があるダンサーと踊る、そのまあ化学反応じゃないですけど、そういうところを楽しんでもらえたら なと思います。レゾナンスはミカエル・カールソンっていう、方の曲を使ってるんですけども、ピアノの5連弾で調和されてるんですけども、その中にやっぱりその駆け引きだったりとか、プレイヤーのその個性みたいなのがちょっとこう垣間見えるというか、僕は結構割とコンテンポラリーベースの動きで作ることが多いんですけど、今回ちょっと、クラシックバレエをベースに、その中にまあアームスの使い方だったりとか、ちょっとなんかこうスパイスといいますかっていうような感じでちょっとこう付け足していけばどんな作品になるだろうっていう風な感じで、視覚的に楽しんでもらえたらなと思っています。初演が2011年にオール日本バレガラっていう震災のために日本のダンサーを集めてチャリティーをやった公演がありまして、それ僕企画一緒に入って仲間たちと、それでそれの第2回目ですかね、この作品をやることになって、コンテンポラリーダンスの柳本くんと、あとモンテカルロバレエの小池ミモザさん、
で僕と3人でこの作品初めてやったのが初演です。内容的に言うと3人パスタカリア道っていう意味なんで、あの3人がこのいろいろな道を歩みながら工作していくようなあのイメージだから、外から見ると結構男と女のストーリーみたいに見えたりもするし、またそうでもなかったりとか、基本的にはあのムーブメント重視のアブストラクトダンスを作っています。見方によってはあのいろんな見え方するんじゃないかなと思います。ダンサーがクリエイティビティも含めて、前に進むっていう意味も含めてあの作品を作っていくっていうのが企画 の, あの趣旨だと思うんですけど、僕自体もまあ元々ダンサーで、それでそういう企画もお昔のオーストラリアンバレエであって、そういうのからあの振り付けの楽しさ、創作の楽しさみたいなものを、感じて、あのちょっと振り付けの方に進んだっていうのもありまして、ダンサーアーティストとして作品を作るとか、あの想像して何かを表現するっていう上でとても大事な、ものなんじゃないかなと思っています。